先ほどもちょっとご紹介ありましたよね、ちょうどデビューしたのがね82年っていうことで、バンド結成はもう77年だったんで、結成から数えてもうかれこれですよね44年。ということは来年が45年ですね。割と区切りがいいところなんで、はい、ありがとうございます。それでデビューが82年であるとしたら、来年は40周年、いろいろ区切りがなんかいいようで、はい、区切りのいい時になんかまたしなくちゃいけないなということですけどもね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。まず何をしなければいけないか、5人が揃うことですよね。いや本当ね、ぶっちゃけまあ、このメンバー奇跡的に5人とも生き残ってますけども、八旗集って70年代頃から一緒にやってた練習本当にたくさんいますけども、今年もね、もうほとんど本当にね、私たちにとってももう戦友みたいな仲間がいっぱいいたわけなんですけども、今年も1人減り2人減り、もう仕方ないんですけどね、本当にね、こればっかりは仕方ないんですけど、やっぱりこう実際にずっと毎年一緒にやっていた連中が急にいなくなるというと寂しいというのは当然ありますけども、もっとそれを感じるのは、まあ、それぞれのと、ミュージシャンと、まあ、年間何回か決まったツアーであったりとか決まったイベントであったりとか出てきたわけですけども、なくなってしまうとそれがなくなってしまうという、そうするとその時期に来るといつでも、あ、去年までは毎年こいつと一緒になってたのになとかいうのが何とも言えない感傷に浸ることが、若い頃は本当に稀あったんですけど、最近毎月そういう気持ちになってしまうという、今日この頃ではあるんですけども、奇跡的にもこうやって私たちは、5人ともまだ存命でありますので、はい、存命である限りは、はい、これからもやり続けていきたいと、そういうふうに、思っているわけであります。そういうこともありますので、こういうイベントの時とかね、写真撮影とか録音とかいろいろ問題多いと思いますけども、私たちの場合は一切構いませんから、もうぶっちゃけた話ね、もうあと何年こういうことが続けられるかわからないわけじゃないですか。もうね、撮りたいなと思われた方は撮っていただいても、はい、もうアップしたいなっていうことはもうどんどんアップしていただいても、ご魅力に行きたいなというのを下げていただいても、上げようか下げようかもう皆さんのご自由なんでね、もう最後までそれもことも含めて、楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。記念にといってはなんですけど、私も最近あまり、アルバムは出していないんですけども、T シャツとかグッズとかもう寄せばいいのにたくさん持ってきてますんで、はい、私たちの交通費の足しにという思われる方がいらっしゃいましたら、あちらの方で販売していますので、またお帰りの際でもチェックしていただけたら、と思います。それではもうほんまに今日はね、こういうくだらない話は少なめにして、たっぷりとこう、なにわエクスプレスの音楽、最後までゆっくりと楽しんでいってください。We'll be right back.